はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は闇のキリンジ飼っていきたいと思います。ということで今回は少し変わった闇のキリンジのやり方ということで、バージョン 6.5 前期でまたちょっとね、サポートの遊び人の口笛の仕様が変わってしまうということで、まあ要は確率が下がってしまう、まあ、つまり弱体化ですね。これまでゴーレム強でサポートで放置してレベルを上げてきた人、バージョン 6.5 前期からはじゃあ何でレベルを上げたらいいのか正直ね、わかんなくなってしまう人多いと思います。まあというわけで今回は闇のキリンジを飼っていくんですけども、いつもの狩り方とは少し一味加えたちょっと変わったやり方でやっていきたいと思います。うまくいけばこれまで以上に闇のキリンジの効率が良くなるのと、まあ、あとはその他注意事項とかも紹介していきますので、ぜひとも参考にしてみてください。まあ、ぶっちゃけうまくいくかは本当に分かっておりません。ぶっつけ本番でやっていきましょう。はい、というわけで、まあ、サポートの雇い方とか、その辺紹介していきます。まず、スーパースター。スーパースターに関しては、鎌を装備した人がおすすめ。蘇生ができるようになるんで、安定させやすくなります。旅芸人に関しては、幻惑ついている人なんか最近、ゴーレム強とかで出してる人がいるんで、まあ、この辺雇っていただくと、なお安定しやすくなるかなとは思います。で、あとは魔物使いに関しては、まあ、攻撃力、ガチガチに持ったやつ。まあ、今ね、967とか化け物みたいな数値出ていますけども、高ければ高いほどいいんですけども、あまりにも HP が低い場合はちょっとまあ HP とか750以上はやっぱ持っておきたい。で、料理に関してはクイックケーキ今回買ってきました。なんでこんなあんだ？で、まあこれをですね、今回魔物使いさんがちょっと HP 的に少しね不安要素はあるんですけども、まあ今回はちょっと火力増し増しでクイックケーキで一撃でも多くね素早く攻撃してもらいましょう。まあ全員こちらクイックケーキを食べさせていきます。 HP 的ほんと大丈夫かこれ。まあよくわからんが、よし。で、自分の装備なんだけども、まず職業に関しては今回占い師できました。まあ、というのも玉級400万とか出ることを想定すると、まあ、とてもじゃないけど、まあ、僧侶とかでまあワンチャンいけるけど、占い師が一番ね、今回ちょうど良かったんで。で、占い師の場合なんですけども、まあ、不意をついたりすると効率良くなるんで、まあ、この辺はね、ぜひとも積極的につけていきたい。で、その他はまあ、クラッシュチェーンとか、で、あとは自分そんなに攻撃に貢献することはないので、まあ、がっちりと HP の補強とか、その辺をしていきます。まあ、こんなもんですかね。まあ、あとは今回、ムチ持ってるんで、敵に幻惑を入れていきたいと思います。まあ、というか、今回のやり方、幻惑入れていかないと、ちょっとやりにくい。まあ、その他にはまあ、いろいろ職業ごとにやれることって違くなってくると思うんですけども、まあ、そこはね、ちょっと実際にやり方見てから、まあ、いろいろ考えていきましょう。で、まあ、自分は星2のバトステなんか適当に食べちゃって、で、あとは作戦なんですが、まあ、こちらスーパースターはバッチリ、その他はガンガンでいいと思います。とりあえず、はい、というわけでね、やっていきましょう。元気玉を使います。で、いつもと違うやり方なんですけども、ちょっと今回空いてるところをまあ選びました。で、こう見つかる、見つかったらこれ別のキリンジに当たりに行く。で、これ素早く当たると、うまくいくとこんな感じに2体同時に戦うことができるんで、まあ、それでガンガン倒していくって感じですね。なので今回スパークショットとかその辺がまあ必要ということですよ。まあこれができない、例えば戦士とかだったら親愛爆砕機とかでいい感じにしたりとか、まあこれ2体いるということは範囲攻撃で一気にまとめて片付けられるのと、エンカウント時間とかその辺がまあ割とこう短縮される分、いつもより多くキリンジを狩れるということですね。まあこれうまくいけば結構いいですよね。おっと、あ、大丈夫、なんとかギリギリ生きてた。いや、かなりスリリングな戦い方だけど、まあ、それでもね、なんとかうまくいけば大丈夫なはず。こうやって。で、もう一体、ここ。で、このやり方の、本当に気をつけてほしいというか、注意事項なんですけども、空いてる時にやりましょうね。まあ、というのも深夜とか、で、あとは、まあ、真っ昼間とか、まあ、そういう時であれば、割と、こちらのキリンジの場所というのは空いているので、まあ、やれるんですけども、じゃあこれ、ある程度混んでる時にやるとどうなるかっていうと、単純に揉める原因になるんで、まあやっぱそこはね、いい感じに空いてる時にやっていただきたい。おっと、ここでちょっとなんかもう早速危ういぞ。これ大丈夫かな？まあとりあえず自分が死ななければ経験値の減少はないので、まあここはね、ちょっと2匹幻惑入れてることもあるんで、いや、ちょっとあぶね、ちょっと待って。なんとか耐えしのいでいきましょう。よし。とりあえずね、2体同時に沸かしてるんで、よし。で、あとは力とかでダメージの補強もしてあげて、大丈夫か？よし、いけそうだ。なんとかいけそうだ。で、あとは、適当に、ガンガン行きましょう。そうせや、大丈夫なはず。よし、うわ、いや、怖いですね。で、まあ、2体取れなさそうな時は、まあ、落ち着いても1体だけで勝っちゃうとか、まあ、そんな感じがいいですね。
不意をつく確率を最大限まで上げているので、まあ、自分のできる範囲で、まあ、なので、まあ、不意をついた時は結構楽ですね。で、おいしょ、よし、幻惑入れた。これ幻惑入れなかったらマジどうなるんだろう、よくわからんが、よし、とりあえず幻惑入れてる。まあ、無知持てる職業だったらとりあえずできそうな気はしますね。で、あと、あ、痺れてますね。まあ、旅芸人さんに、まあ、いろいろついてるといいかも。麻痺とか、で、あとは幻惑とか。まあ、より安定しますね。で、うまくいけばこれ2体を、いや、マジ一瞬で片付けられるんで。はい。そうすると、経験値的に12万とかもらえるんで、これは美味しい。スーパースターのベストスマイル入ってんのかな？まあ、ちょっといまいちわかんないけど、まあ、ちょっと入ってることを願っておきましょう。で、また2体取りで、よし。はい、両方ベストスマイル入って、てれば多分16万経験値とかワンチャンいくと思うんで、いや、そうするととんでもないっすよね。まあ、実質メタキン狩りしてるようなもんですよね。もうこれうまくいけば。ちょ待って、なんか幻惑が全然入らない。大丈夫かこれ。ユエニアムが死んだ。ちょっと待って、火力色が死んでしまうとちょっと、まあ、効率が落ちてしまうので、ここはちょっと早めに幻惑を入れていきたいんだけど、なかなか入ってくれませんね。よいしょ。よし、入ったか？さすがに、まだ入らない。ちょっと待って、旅芸人が死んでる。ちょっとこれは良くない。とりあえず、蘇生しましょうか。蘇生しといて、よし。間に合ってくれ。よし、間に合った。ちょっと、このパーティー、蘇生役がね、その、フィールドで蘇生できる人が旅芸人しかいないので、うわ、ちょ、やべえ。15万とか経験値入った。これやっば。よし、こっち。めっちゃ空いてる。いや、キリンジめっちゃ空いてる。ありがてえ。マジでありがてえ。よし、ガンガン買っていこう。で、始まったらもう、いや、もう食いついてない。で、幻惑ぶち込んでいただい、待って、幻惑が入らない。幻惑が入らない。ちょ、待って、幻惑入って。よし、幻惑1体入った。幻惑、ついでになんかもう1体入った。ちょ、待って。旅芸人がガンガンだからかな。でもガンガンにした方が結局いいよな。ちょっとその辺がいまいちバランスがわからんが。よし、とりあえず幻惑入れた。これでとりあえず安泰。あとはまあ多少の火力支援として、愚者やろうとしたけど、しまった。どっかやっちまった。Y ボタンも同時に押したことがちょっと間違いでしたね。で、よし。あとは塔とかでいい感じに。で、ベストスマイルもいい感じに入ってくれたので、よし。あとは、ちょっと待って、なんかやばそうだぞ、これ。大丈夫か？ちょっと待って。癒しのメロディーとかやってる場合じゃないぞ。なんとか、頼む。俺が倒すしかないのか。大丈夫。魔物使いが生き返ったんで、まあ、ここはなんとかなるでしょ。あれ死なないよね。大丈夫。危ない。いや、なかなかスリリングなね、狩り場ですね。いや、これはこれでなかなか面白いぞ。まあ、結局、結果がどうなるかって話ですからね。結構ぐだづいてるように見えるけど。まあ、自分が死んでないので、まあ、これは全然ありじゃない？よし、来た、ナイス。で、経験値では14万です。14万。強敵ボーナス入れたらね、さらに多いわけですから。で、よいしょ。はい、幻惑。はい、よろしく、ありがとうございます。幻惑入るとマジいい。で、あとは死神とかでちょっと呪いとかかけておけば、よし、なおいいでしょう。これ他の職業だったらどうかな？僧侶とかだったらより安定させられるし、魔法使いでも幻惑、いけるし、で、あとはまあ、舞踏家とかだったら、まあ、なんだったら自分が火力職やったりとか、まあ旅芸人をバッチリ頑張れにさせることだってできるし、まあ本当に職業ごとにやり方っていろいろあると思うんで、まあそこはうまい具合に、まあ自分なりに考えてやるといいかもしれない。よし。で、こうやって、で、こういうこと。まああとはガーディアンとかだったら、まあダメージね、マイナス100とかできるんで、なお安定させられるでしょうし、まあ、スパスタとかでもね、自分がスパスタやって、あとはね、もう一人旅芸人入れるなり、僧侶入れるなりすれば、まあいいと思うし、意外となんかいろんな職業でできそうですね。うわー、大丈夫かこれ、危ねえ、ちゅえ、なかなかスリリングだぜ。よし、呪いをかけて、よし、頑張れ、お前たち。で、ベストスマイルが入ってない、ベストスマイルが入る前に倒してしまった。まあ、こういうこともある、こういうこともある、しょうがない。あの、狩りのスピードがあまりにも速すぎると、こうなってしまう。で、闇のキリンジがちょっといないですね。いない場合はちょっと無理しないで探さないで、もうとりあえずもう1体だけでいい。もう倒していこう。で、そしたらまあガンガン攻撃しようが。よし、正義のタロット。おい、あ、したなんか旅芸人が死んでしまいました。まあ最近は普通にフィールドでの葉っぱが早いので、まあ特に何も影響はなさそう。よし。で、なんかあ、ここにいるけど
こいつをまず呼び出して、こっち来いや。で、からの、いないですね。ちょっと闇のキリンジが、狩り場が混んできた。そう、ちょっと今回のやり方のデメリットとしては、まあ、やっぱりこう、狩り場に人が集まってくると、マジで、もうどうしようもないということ、できなくなるということですね。まあ、ちょっと右サイドに人が集まり出したんで、ちょっともうサイド、逆サイドにちょっと行ってみましょうか。まあ、そしたら空いてる可能性があるんで。てかなんか画面が汚いっすね。なんだこれ。すげえ砂嵐が吹いてきたんだけど。水れ。あ、なんかいい感じ、いい感じに。湧いてきた、湧いてきた。よし、よし、こっち来い、こっち来い。こっち来い。で、よし、こいつを取る。よし、ゲット。魔物使いさんのちょっと MP 的にちょっとやばそうになってきたな。まあ、この辺はいい感じに回復してあげたい。よし、ちょっとドルモアがいかにね、ボーナス行動かっていうのがわかる。ゲーマク、ゲーマク、ゲーマク、ナイス、ナイスそれ、ナイス必殺。いや、旅芸人の必殺マジナイス。で、あとは、ま、適当に、まあ、この辺で魔物使いのテンションでもぶち上げとくか。まあ、多分、大丈夫でしょう。なんかビーストモードとかやってる。いや、ちょっとしょうもねえことやるなよ。ちょっと狩り場がやっぱ混んできたな。あ、終わった。よし。じゃ、行くか。あ、なんか、あ、こっちなんか空いてそう。あ、空いてそうなんか。よし、ここ行こう、ここ。え、見つけてもろて、で、からの、はい、よいしょと。いや、これマジ450万とか出る勢いなんだけど。いや、マジで、すごいな。とんでもないぞ、これ。ゴーレム強に変わるレベル上げ。またね、見つけてしまったかもしれん。昔も実は一応ね、こういう同じ動画撮ってたんですよ。まあ、ただ昔は自分たちがあまりにも弱すぎたんで、すごいぐだついちゃって結局普通にやった方が良かったんじゃねみたいな感じの結果になったんですけども、まあ今回はまあ割と自分たちも強くなったので、もう結構効率的に上がってますよね。うわい、よいしょい。まあ即脇なんでうまくいけば、まあ、自分一人でこの2匹をひたすら飼い続けられるっていう、まあそういううまいこと刺さればいい感じですね。で、スパショ決めこ、スパショが入らん。スパショ入ってくれ頼む。よし、ちょっとどうだ、入ってない、入ってない。あ、でも、片方なんか痺れてる。よし、これはボーナス。ありがとうございます。でもなんか、旅芸人死んでしまいました。っていうことはなんか、これベストスマイル間に合わなそうな雰囲気。ベストスマイル間に合ってくれ。よし、間に合った。よし、大丈夫。間に合った。問題ない。さすがに入ってる。よし。経験値13万。まあ、だいたい15万ぐらいですね。闇のキリンジいた。闇のキリン、もう一体、もう一体どこ？もう一体いた！よし！で、ちょっとスパスタの MP が半分切ってるので、まぁ、ちょっと動き悪くなってくるんで、まぁ、バッチリ頑張れにしてる場合は、まぁ、MP の補給もね、してあげましょう。なんか、雲行き怪しいぞ、これ。なんか、旅芸人も死んでる。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。待って。とりあえず、幻惑を、幻惑を入れたい。お願いしますよ。あっ、ここで、なんかまずいぞ、これ。ちょっとまずくなってきた。これちょっと危ういぞ。これちょ待って、危うい。ちょ、なんとかしてくれ。なんとかサポート仲間なんとかしてくれ。ちょ、全然、幻惑が入らない。幻惑入らない沼に陥ってる。ちょっと待って、おら、よし、入った。よし、あとはもう一体幻惑入ってるんで、まあ、ここはいい感じにやっていただきましょう。よろしくね。おい、6000ダメージ。で、MP 切ってるんで、まあ、ここはスパスタを MP 補給してあげて、よし。で、見つけてもろて。おっしゃーって、なんか、最男出てきやがりましたね。なんだこれ。まあ、こういうこともあるのか。しょうがない。おーし。なんか、結果、一体ずつ倒してった方がいい気がしてきたけど、まあ、それ言ったら、ちょっと、元も子もないので、まあ、それはあんま言わんとこう。よし、ちょ、こっち来い。よし、こっち来い。で、からの子、こういうこと。で、どうだ？よし、2体来た。また、不意をつけたので、まあ、ここは、スパショを。おいしょーい。まあ、こんな感じに、あとは、ひたすら勝っていくって感じっすね。まあ、とにかく、旅芸人をガンガンにしてるので、まあ、ちょっと、回復的に不安がある人は、まあ、これ、バッチリ頑張れにした方がいいかもしれない。ちょっと、動画の企画とはいえ、なんか、一人で2体ね、持っていくの、少し、申し訳なくなってきますね。まあ、ちょっと、ごめんなさい、皆さん。まあ、何回も言いますけども、ちょっと、これ、一人で2シンボル使うことになるんで、狩り場がなんかある程度混んでる時は、これ絶対やんない方がいい。いや、マジで、今みたいな感じで、もう誰もなんか、もうキリンジ持て余してるみたいな、そういう状態でのみやった方がいいですね。まあ別に、一人で2シンボル取るのは規約的に問題ではないわけなので、まあみんながマナーを守りつつやれば何のね、問題もないとは思いますんで、まあそこはね、もう皆さんを信用するしかない。よし。で、あとは、スパショでゴー！
ちょっと待って、なんか怒ってる。ちょっと待って、何もしてないのに怒られた。何もしてないのに怒られた。ちょ、大丈夫、スパスタがいい感じに。よし、よし、よし、ゴー！オッケー！経験値11万5千。たまにね、ベストスマイル抜けちゃうのが少し難点ですね。もったいない気がする。すごく結果が楽しみな仮になってまいりました。はい、というわけで残り2分となってまいりました。まあそろそろね終わりなわけなんですけども、まあ結構効率よく枯れたかなとは思います。うわっと言った矢先自分がやられてしまったんですけども、まあちょっと不意をつかれることがあって、まあそういう時はね結構自分死んでしまうこと多いかなって感じで、基本的にはバイキルとかかかった敵に対して積極的にスパークショットをかけていきたいんですが、なんか毎回そうなんですけど、動画って最後の方、まあこうやってまとめみたいな感じになると途端にうまくいかなくなる現象、何なんですかね。よし、まあ最下の陣引け、ちょい逃げんな俺。よし、こっちに、よーゴー、ヒアゴー、よしゴーで、あとはもうやってくれと。で、ちょっと、スーパースターの MP も最後回復しておきましょうか。よし。で、よし、OK! うわ！まあ、自分死んじゃったんですけど、まあ、およそ10万経験値もらうことができました。まあ、結構少ないですね。よし。まあ、残り1分なんで、あ、なんか1体しか出てこねえぞ、これ。まあ、結構やってて思ったのが、片方だけベストスマイル入らない現象が、まあ、かなり多く起きてしまったかなっていう感じ。まあ単純に火力が高すぎるっていうのもあるとは思うんですけども、じゃあ今度は火力を下げた方が効率いいのかと言われると、まあそうではないと思うし、まあ一体だとこんなあっさり終わるし、まあ正直どっちがいいのか正解はよくわかりません。はい、というわけでまあ借り終えることができました。経験値とかどれぐらいもらえたんでしょうか。早速見ていきましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の経験値はこちら。おお、結構いったな。437万6212経験値ということで、いやなかなかね、これいやキリンジでは相当いいんじゃないの。だキリンジといえばね、400万いったらすごいぐらいの感じですから、それをさらに上回る437万もらえたということは、さらに効率よくやればもうちょいいけるとは思うし、今回占い師で別に幻惑入れてただけで攻撃とかしてないので、まあ場合によってはね、自分で攻撃したらもうちょい多く枯れると思うし、まあ多分450万くらいは普通にいけるんじゃないかなと思いますね。まあ13万だったら1点灯ぐらいの経験値なんで、まあ多分まあ450はいけるときはいけるでしょうね。まあというわけでね、サポートでゴーレム今日やる場合よりも多く経験値がもらえました。いや、これはね、遊び人を入れたゴーレム予備レベリングの、まあ、別のね、代用レベル上げみたいな感じで、まあ、うまくできてると思います。まあ、ただ、何回も言うようなんですけども、いろいろ今回のレベル上げ、欠点というか、欠陥がありまして、まず一つ目が結構難しいということ。自分がほとんど何の活躍もできない職業とか、まあ、例えば、海賊レベル40とか、まあ、そういう職業のレベルとか職業によるとちょっと安定しないというか、むしろ1匹ずつやった方が効率いいのかなとも思います。実際やってみないと分かんないですけど、どうなんでしょうか。まああとは一人でニシンボル、まあ即脇とはいえニシンボルを使うことになるので、これをじゃあ何百人がやりましたってなると、正直キリンジ枯渇すると思うんですよ。まあただ最近の環境だとキリンジって持て余してる環境なんで、バージョン 6.5 前期でもなんかいろいろレベル上げは追加されるらしいので、まあそんなに影響はないのかなとは思うんですけども、まあ混んでるんであればね、譲り合いの精神で、正直1体ずつ買っても2体ずつ買っても効率というのはめちゃめちゃ開きがあるわけではないとは思うんで、まあその辺はね、ちょっと譲り合いの心を持ちましょう。まあとにもかくにもね、430万ってまあなかなかですよね。まあこれはぜひともね、皆さんやってみてください。今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。